ディオの息子たちよ、君たちは私をケープカナベラルの知恵を仕上げろ。それが何よりも幸福な生きる目的となるだろう。エルメス、もっとだ、もっと引っ張り上げるんだ。オラ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 、ストーンフリー。おい、ベルサス、大丈夫か？陶器はあと3分弱で墜落します。なんだ！墜落時間は21時33分と決まっています。墜落まであと32秒、大した問題ではないのだ。オレ！座席を守るんだ。座席を確保し、この墜落から生存できれば。陶器、この座席をもらうぞ。おい、何するんじゃ。うるせえ、どっか行ったら。何1秒、墜落時刻。ジョリあれはエルメスのシールだ。生き残った老人だ。エルメスは、ならば空城ジョリーはどこだ。エルメスは生き残った女の体の間に。過去の出来事を。やめろ、ジョリーン。離せ。こいつは神父じゃない。エルサス。神父のやつは風の中でこいつの頭に細工していったんだ。俺に近づくことはできない。充実感だ。これが俺の燃える目的だ。引きずり込まれていた。すでにストーリーの中に。てめえ、よくもよくも私の子供に。私の名前はゴッホ。ゴッホの自画像です。俺に近づくな。蹴り飛ばすぞ。耳を切った後のゴッホさ。ゴッホは2発の弾丸を頭に打ち込んだんです。ウェザーリポート。やめな、ダイバーダン。先行しろ。とにかく今はこのパトカーで。石だ、石を持ってくい。バラスイ。忠実な召使い、願いを何よりと考えて。うるせえぞこのガキ。なんだこの本は。見せてみるわ。このゴッホに今ヒーローを作って書いてもらった。このヒーローには能力がある。すべてのファンタジーヒーローを元に戻す能力。戻るぞ。ストーリー通りだ。希望がいっぱい詰まってるお話なのに。
精神力は上だ。どの位置だ、どこを狙える。体のどの部分の体温を奪えばこいつを。ほら、そうだ、俺はもう。確か俺の心はアポロ11号だ。空城ジョリン、俺はお前の上を行く。ジョリン、早くそいつを。俺捕らえられないか、俺の姿が。聞こう。これほどまでの敗北だ俺。このままぶちのめ。お姉ちゃん。手が麻痺しているから、この指が体温を吸い取る邪魔を。くそ。やつは神父の実の弟だからな。こんなやつと話なんかしてんじゃねえ。世界中を巻き込み、神父を守ればそれでいいという能力だ。全ては神父を天国へ押し上げるために動いている運命なのだ。これってもしかしてこの人は。行くんだ、ケープカナベラルに神父。